てくれればいいのに。何もない、どこ、何もないよ、かまどか。凍ってんだこれ。昨日なんか雪降ったっぽいからね。やば。コース大丈夫かな。太陽出てるから平気か。おお、あった、スクルマサーキットナス。あ、閉まってる。3分早い、2、3分早いから閉まってる。はい、どうもゆたです。本日はですね、つくるまサーキット那須にやってまいりました。はい、これね、この前リベラルさんちょっと遊びに行った時に、ちょっとね、オリジナルのカーボンでゆたさん仕様を作りましょうっていう感じで、ちょっとご好意でね、作っていただきまして、ちょっと開けていきたいと思います。じゃーん、こちらドリンクホルダーで、これ、ここのカーボンをリベラルさんの方でこう好きな色を選んで加工してくれるっていうやつで、これ普通にリベラルさんで売ってて、カーボンこれ何でも選べます。もうリベラルさんカーボン屋さんなんで、もうね、もう遠くい、何でもカーボン加工しちゃうんで、ちょっとこれすごいお上品じゃないですか。こう普通の青いカーボンにしようと思ったんだけど、ラメのキラキラのワンポイントで入れるようにしてちょっと作ってもらいました。これすごいね、めちゃくちゃかっこいいよ、最高、めちゃくちゃ高級感で。でもこの安っちいのね、これ見て、これと比べてよこれ。あら、もう上品ですよこれ。これカーボン何でもできるんで、ちょっとドリンクホルダーだけじゃなくて、例えばこういうのとかも多分何でも多分物だったらカーボン加工できちゃうんで、ぜひちょっと行ってみてください、お店に。じゃーん、今つけたんですけど、めちゃくちゃかっこいい、マジでありがとうございます。お、最高。うわ、最高だね、ちょうどまっすぐだね、しかも、うわー、バッチリです、最高です。なんとこちらの車両、皆さん見覚えあるんじゃないですか。桃美内さんのチャンネルに出てる旦那さんの VAB です。今日は一緒に走ります。ホームコースみたいなんで。はい、あとつくるまサーキットのちょっとね、オンボードがなかなかないんで、ちょっと参考になる動画があまりなくて予習ができなかったんですけど、まあ、こんな感じのレイアウトです。で、基本的に多分 VAB は3速と4速だけでいけるんじゃないかなと、思ってます。で、一番ここ速度が乗る1コーナー、まあ、しっかりブレーキしてあげて、ただでも結構またね、ここクリップ奥なんですよね、 TC 線とかみたいに。この辺まで来ないとアクセルドカンといけないんで、まあ、この辺合わせてってパーシャルできて綺麗に立ち上がって、ここ突っ込みすぎるとこっち膨らんじゃうんで、ここはこのコーナー3なのかな、あ、5か、5を立ち上がりを優先するラインでこう立ち上がる。で、この辺は結構 R が大きいんで、外まで膨らんで入らなくてもインベタで最後までいけると思います。で、この辺もやっぱインベタで結構ね、勾配がストレート下ってて、ここ上っててとか結構勾配あるみたいなんで、で、この辺結構速度乗ると思います。で、ここはもう土手なんで、気をつけてくださいっていうの感じだったんで、で、コースデザイナーもね、山野さんですから、やっぱジムカーなのね。はい、結構まあ基本的な走り方をするサーキットではあると思うんですけど、まあ、ヘアピンがあったりとか、ただそこ基本の基本をやっぱりうまく走れる人が速いコースだと思うんで、ちょっとやっていきたいと思います。
本目っていうか、まあとりあえずちょっと何周かして、アタックも多分3回ぐらいかな、2、3回ぐらいかで慣れてきて、最後に39秒2か、多分初っ端軽くいて40秒いくつで、次が39秒4で、その次39秒2で、両方とも39秒台の時にどっかで一箇所ずつミスしてるんで、全部がこううまくいって、もうちょっと慣れたんで、うまくいけば38いくんじゃないかなっていう感じで、やっぱり基本的にコースレイアウト的にやっぱり結構回り込むサーキットなんで、まあ突っ込みすぎない、無理をしない、とにかくコーナーを丁寧に、アンダー出しちゃうとちょっと膨らむし、で R が大きいんで、基本的にもうインベタで僕はいいんじゃないかなと勝手に予想してます。まあ踏むとこ踏んでっていう感じです。もう基本的にもう基本的な基本の運転をすればタイムを出るような感じのコースだと思うんで、あとね、そっちのやっぱ土手危ないって言ってたところ、ちょっと慣れてきて、もうちょっと速度アップでいけるかなと思って行ったら、アンダーで本当ヒヤッとしたんで、ちょっと38秒台出したいんですけど、ちょっと無理せず頑張ってこようかなと思います。まあ2本目なんですけど、何回アタックしたのかな、1回2回か、1発目が39秒086で、あともうちょっとだなっていうところで、でもう1回クーリングしていこうっていうので行ったら38秒891と、まあ、とりあえず、まあ、目標達成というか38入ればいいなと思ってたんで、無事になんとかで、これもねまたちょっとミスってる、ちょっとアンダーのところ踏み抜けなかったところとかあるんで、でタイヤももうツルツルなんで、コンディションベストコンディション持ってくれば38秒5ぐらいは、まあ、狙えるんじゃないかなっていう感じで思います。でやっぱり突っ込みすぎないことが大事です。あの店員さんにショートカットしたんじゃないですかって言われてましたけど言われましたね、ショートカットしてないですかって言われちゃいました。本当はショートカットしたんですよねこれね。あーちょっとそうっすね、しちゃったんすよね嘘です普通に走りました。でまあなんとかね目標の38入りました。はい、さすがでございますありがとうございます。これで無事に横浜帰ります。はい、お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。
タイヤがこんなに減っちゃいました。これもうあと1回ぐらいしか走れない。入れ替えとけばよかった、前と後ろ。ちくしょー。